ステーション N は、大阪府池田市、菅原町3にあり、商業施設、住宅施設及び駐車場などからなる複合施設で、ある。ステーション N ビルとも呼ばれる。正式名称は、池田駅前北地区再開発ビルである。N は、英語で、北を意味するノースの頭文字である。地上11階、地下1階のビルであり、鉄骨鉄筋コンクリート構造である。 地上3階までは商業施設や事務所、公共施設や駐車場などの用途に供され、4階から上は住宅の用途に供されている。敷地面積は3065平方メートルであり、建築面積は2167平方メートルである。延べ床面積は14206平方メートルであり、商業施設面積は4200平方メートルである。 高さは38メートルであり、駐車台数は31台である。1977年、阪急電鉄宝塚本線池田駅周辺を高架化する事業計画が決定されると、それに続くように、駅の北側地区の再開発事業が始められることになり、主に駅前の土地の整備などの公共性の高い事業であったことから、池田市が 施行者となって実施されることになった。一方、地元の市民らによって、池田駅前駅北地区再開発協議会が結成された。1979年、建設大臣の許可が下りる。1983年7月、再開発ビルの建設工事が開始される。1985年3月、再開発ビルの建設工事が完成される。再開発ビルは、 ステーション N と名付けられ、同年6月3日にオープンした。2019年10月19日、レンタル自習室、自習室池田が3階に開設される。池田駅の2階コンコースとステーション N は歩道橋で直接つながっている。池田駅前公園とステーション N も歩道橋で直接つながっている。北東へ190メートルほどのところに池田警察署がある。 西へ200メートルほどのところにサンシティ池田がある。南へ270メートルほどのところに安藤桃福発明記念館大阪池田がある。北へ650メートルほどのところに伊豆大美術館がある。北西へ850メートルほどのところに五福橋がある。ありがとうございます。